ドコモだけ、ドコモだけとは2005年1月に登場した NTT ドコモの料金案内の CM やパンフレット等に登場するキノコ型のマスコットキャラクターである。現在、ドコモだけのストラップがゲームセンターの景品になるなど商品化も進んでいる。デザイナーは新型のクロスヨシヒコ、電通の原田ムツコ、東北新社の柿内美香。CM の共演は加藤愛。 主題歌は主にバンドだっけが担当している。通話料金プランに含まれる、無料通話分の2ヶ月繰り越しに加えてファミリー、割引契約者間で分け合えるサービスを最初に、ドコモが開始したことで、このサービスはドコモだけ、オンリーというのを、ドコモだけと書けている。初登場時からいるのは、以下の3体。2005年12月に新料金、プラン。 ファミワリワイドの登場で以下の新しい家族が登場した。同時に、子どこだけは、小学ドコモだけに改名した。2006年3月に、パケ放題が全てのフォーマ診療金プランの対応することに合わせて、以下の新しい家族が登場した。2007年1月にドコモだけのホームページにて、娘ドコモだけの彼氏ドコモだけオーディションの開催を告知。 この4タイプの候補からのオーディションが2月から2ヶ月間行われた。この中から突っ張り系が投票で選ばれた。その後、娘どこもだけと突っ張り系、彼氏どこもだけは交際の末、2008年に結婚した。2010年4月に娘どこもだけと彼氏どこもだけにベイビードこもだけが生まれた。2011年9月には、 キッズ形態 HW-02C の発売に合わせた新キャラクター子供だけとして以下の3種類が誕生。いずれも設定上はドコモだけの新種、進化系とされている。家族共通の特徴としては傘を回して空を飛ぶことができる。2017年ミートもはドコモだけミスを作るが新しいを作る、可愛くてミーを愛するのが好き。 詳しいドコモだけ一家の特徴などはドコモだけのホームページのドコモだけの秘密を参照。フォーマのテレビ電話機能を使用した V ライブショートムービードレミファドコモだけを配信。ドコモだけのホームページに記載の電話番号に電話をすると動画が見られる。携帯サイト版の公式ホームページで毎月18から20日頃に待ち受け画面デコメールピクチャ。 デコメールテンプレートデコメ A 文字が追加更新される。当初は1000円、3000円のみの販売だったが2005年末に5000円が登場し3種類存在する。金額によって絵柄が違う。絵柄はモバイラーズチェックを送るを参照。ドコモだけが登場するデコメールはモバイラーズチェックを i モードからプレゼントされたユーザーに届くモバッチメールがある。 その他、モバイルスイカのサービス開始を記念し、ドコモだけとスイカのペンギンが使用された期間限定のものがある。2006年3月に発売された子供向け携帯電話、キッズ携帯、フォーマ SA800i からアクセスできる、キッズアイモードのインデックスページ、キッズアイメニューにも、ドコモだけが登場する。2005年7月29日に講談社からドコモだけを、 主人公にした絵本、どこどこどこミューでイく、どこどこどこもだけが発売された。2005年12月21日に、岡田徹率いるグループ、バンドだっけが、マキシングル、どこもだけの歌、作詞、原田睦子、柿内美香、クロス彦作曲、岡田徹をソニーミューズグダークトから発売された。その後、2006年8月23日に、 ドコモだけの歌娘ドコモだけの恋をリリース。2006年3月1日から31日まで、大阪府水田市や豊中市の北大阪地区を走る北、大阪急行電鉄の車両、8000系の座席の一部にドコモだけが描かれた、モケットが登場した。2007年12月6日に A 級インタラクティブより、任天堂 DS 専用ソフト、ポロロン。 ドコモだけ DS が販売された。メーカー希望価格は5040円。2014年12月18日にソニックムーブと NTT ドコモにより D ゲーム用アプリドコモだけの猫僕がサービス提供開始された。基本プレイ無料のアイテム課金制。後にグリーもモバゲーでも利用可能になった。ドコモの携帯を新規申し込むと季節にあった。 ドコモだけのイグルミストラップがもらえる。また、通信販売などでもタオル、スカーフ、ストラップ等のドコモだけグッズが買える。また、NTT ドコモ公式サイト、テトリスゲットプチアプリにてゲームアプリが提供されていて、いずれも簡単なミニゲームが端末にダウンロードできる。G モードによる開発で主に 505i シリーズ以降に対応している。 この他に、ドコモ Wi-Fi の利用できる箇所及び、クサイの利用できる箇所を示すステッカーにも使用されている。赤い背景色とドコモだけが目印となっている。各種キャンペーンにもマスコットキャラクターとして利用されている。ドコモの広告から生まれたキャラクター、ドコモだけをアーティストに託し、それぞれが個性あふれる料理法でその魅力を紹介する展覧会。 ハウツークック同コミューレイクが2008年10月4日土曜日から10月13日、月、祝日10時18時会場、NTT インターコミュニケーションセンター ICC 特設会場に開催された。同店は2007年10月にニューヨーク双方にあるギャラリーで開催され、10日間という短い会期にもかかわらず6500人を超える。 入場者を記録した外線アート展覧会である。会場では、同点作品集をはじめ、ドコモだけのベレー帽、ケチャップをかけられるなど様々な方法で料理された、ドコモだけのストラップなどの展覧会、限定ミュージアムグッズも販売された。2013年1月、応援学割キャンペーン開始に合わせてドコモだけを基人化する形で、 ドコモタヤをコマーシャル等に登場させることになった。擬人化ということで、出演者は全員ドコモだけの傘の部分を模した帽子を被っている。2013年1月、応援学割のタイアップに合わせた AKB48 による AKB だけが登場した。前日のドコモタヤと同じく擬人化ということで、出演者は全員ドコモだけの傘の部分を模した帽子を 打っているが、どこもだけバージョンもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。